皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ドルフィンウェブ実況プレイやっていきたいと思います。ということで、はい、ではですね、本日もね、やってきました。新しいね、イベントクエスト。なんか前回のね、メイド喫茶のやつの隣にもう一個あるんですよね。こう、一個あるのにまたやんのみたいな。はい、今回はこちら、激闘わだつみポリス24時島の治安を守れみたいなね、なんかこうね、そんな格好で治安守れん、治安悪くなるだろうみたいな感じになるけどね。その今の有利のこの格好を、まあ、今回のね、UR がお月さんと有利なんだけどね。まあ、なんでこうね、ポリスとドルフィンなんだっていうのはちょっと なかなか謎やけど、ではまあストーリー1からやっていきましょう。今回はあれなんだよな、ヒムカ重工が中心なんだね。前回のジャックポットバニーのね話から、まあ、ちょっと経つかな。はぁ、せっかくの休みだってのに、なんもやることね。ドルウェブの主力でもしたら。やってらんね。最近ジェットバトルも、基礎練ばっかで、つまんねえし。基礎練ばっかは飽きそう。なんか、面白い事件でも起きねえかな。正面見た。ん？あいつは。一体何を見つけたんだ？え？と？あら、エレンが、まさかの、ねえ。鋼流道場にやってくるとは一体どういう了見なんだろう。突然来ちゃって悪いわね。いや、構わない。ちょうど稽古が一区切りついたところだ。それで、私に相談というのは何だ？ほんまね、あんまり接点がなさそうなのよな、エレンとお月さんって。単刀直入に言うわ。私は、わだつみの治安が心配なの。治安？何かあったのか？終わりよ！この前、道を歩いていただけで、柄の悪い連中に絡まれたわ。ああ、なんかそういうシーンもあったね。てか、それはあれだよね。君もね、対応が悪かったよ。何？なんだと？まさか、事件にでもなったのか？いえ。ただ絡まれただけよ。え？すぐにメイドたちが来たから大事に至らなかったわ。ね、無敵のね、メイド部隊がね。なるほど。そうか。無事で何よりだ。でも、そういう連中に絡まれたのは一度や二度じゃないのよ。あなたもそんな経験あるでしょ？なんかお月さんぐらいだったら絡まれてもね、こう、逆に倒しそうだけどね。
そういったならず者たちは見かけることはあるが、幸いにして絡まれたことはない。やっぱオーラが違うんや。うむ。私が見るだけですぐチリチリになるからな。何それ？それあなたに睨まれてビビったんじゃないかしら。ええ。ああいう連中に絡まれないなんて羨ましいわ。エレンも鍛えたらいいやん、ここで。そしたらちょっとこう絡まれてもね、少しは違うんじゃないか、オーラ的なものが。うん。何にせよ治安が悪くなっているのは確かなようだな。そうね。そうなのよ。だから相談に来たの。いくら和田摘みが観光地とはいえ、この状態は見過ごせないわ。観光地にあかん子たちがいるんよね。和田摘みの評判が落ちることは風見家の評判が落ちるのと同じだわ。風見家の令状としてそれは阻止したいの。ええ。そこで鋼に和田摘みの治安改善をお願いしたいのよ。なるほど。話は分かった。だが、なぜ私なんだ？この道場は、時々警察にも武術の指南をしているそうじゃない。へえ、あ、そうなんじゃね。じゃあ警察の人もね、こう強くなっていくんやろな。こう、お月さんのね、道場で。あなただったら警察にも顔が利くでしょ。エレンでもいいけど、派閥争いが面倒なのよ。確かに警察には顔見知りもいる。いいだろう。わかった。和田摘みの治安は私が改善してみせよう。おお、すごいな。なんかこう言ってくれるとね、心強いね。話が早くて助かるわ。早速警察に連絡を。ん？てんてんてん。いや、少し待て。正面向いてどうしたんだい？何を？どうしたの？和田摘みの治安を乱す要因は身近にも存在する。何それ？え？何？何のこと？ん？そこに直れ！そこだ！マジ？と、うわぁ！なんか、こう、槍みたいなんでも投げたんかな、お月さん、この時。こう、ね。よく、なんか忍者とかがさ、こう、天井にいる時、さ、槍でバンバンってやるのやるじゃん。こう、突き刺して。ああいう感じかな。
はい、というわけで、まあなんかこうエレンがこうお月さんに依頼したっていうちょっとこう珍しいパターンのストーリーやね。でそれをユーリがまあ盗み聞きしていた感じかな。うん、絶対あれユーリやろっていう、まあ声の感じもそうやし明らか。キャーってなんだ、ユーリじゃない、びっくりさせないでよ。貴様、人の話を盗み聞きするとはいい度胸だな。私が気づかないとでも思ったか。もう、あ、もう、まあ、鍛え方が違うな。やめろって。おいおい、勘違いすんなよ。たまたま会話が聞こえ方だけだっての。めっちゃ手動かしてるな、ユーリ。なんか珍しいな。面白がって盗み聞きしたわけじゃねえから。面白がってるじゃないの。顔がニヤニヤしているのよ。まったく。反省する気はないようだな。ああ、怖い怖い。わだつみより大月の方がよっぽど治安が悪いぞ。やはり会話は全部聞いていたようだな。ふふふふ。自らこう白状するっていう。ミスった。あ、やべ。ふふ。自ら墓穴を掘ってるじゃねえかよ、ユーリ。どうしたものか。ユーリは覗き見も盗み聞きもお手の物だからな。覗き見のその技術を俺にください。ね。あの銭湯とかで使いたいので。いや、使わねえよ。実際に使わねえから。うん。信じてくれよな。ひでえな。人を常習犯扱いすんなっての。この前、練習場で泉にちょっかいを出していたな。はあ？けえ、バレてたのか。え？キリちゃんにどんなことしたんやろな。ちょっかいって。黒瀬の言動をそっくり真似して、からかった。南のあの中二病のセリフを。なんだと？あれは、ただのモノマネだろ？からかってなんかないって。どうしたものか。霧島の社屋にも忍び込んで、片っ端から選手を驚かせたそうだな。おい、大丈夫かよ。ビーナーも大概やけど、お前は一体どういう、感じでやってんだよ。めっちゃ知りて、なんか鍵でも偽装して、なんか作ったんかな。はあ？うちのセキュリティを。怖っ！そこまで把握してんのか。はあ？どれだけいたずらしまくってんのよ。ユーリは放っておくとこうなんだ。ね、首輪でもつけてね、どこにも行かせんようにしときゃね、
いいのにねっていう。お月さんだったらなんかそうしそう。治安改善の話は聞いてたんだろう。ユーリにも参加してもらうぞ。ふざけんなよ。はあ？なんで私も参加するんだよ。関係ないだろうが。うん。私の目の届く範囲なら、恐れたいたずらもできんだろうからな。まあ本当にこうね、首輪で繋いでおくような感覚やね。ね。それに、警察の引き締まった空気に触れれば、ユーリも少しはおとなしくなるだろう。ま、そう言ってる人に限って全然おとなしくならないんだよね。こういうのをかいくぐって、いたずらしてやる、いたずらしてやる、みたいな感じの、こう、欲が強くなるっていう、もう、ねえ、逆効果になる系ね。はぁ？ちょっと待てよ！警察に行くのか？ああ、そうだ。わだつみの治安改善について相談しに行く。うむ。そして、私たちにも協力できることがあれば、積極的に動くんだ。好きにしろよ。なるほどな。たくしっかだねえなあ。協力してやるよ。は？え？なんで急にやる気になったの？ああ、急にってわけじゃないよ。私だって安心安全にいたずらできる島じゃないと困るっての。ああ、悪党は自分だけでいいみたいな。よし！動機はどうあれ、それならばよし！オッケーオッケー。そうそう、みんなで治安よくしような。なんか怪しいわね。うん、怪しさ 100%。怪しいのはいつものことだが、私が責任を持って有利を見るから心配ない。他のメンバー、キリちゃんとかも、ミナミとかも、ねえ、なんか参加したらいいのにね。なんだよ、信用だよな。まあ、鋼がそう言うならいいけど。うむ。よし、早速警察に連絡しよう。時間が取れるなら今日にでも話しに行くぞ。はあ？今日行くのか？明日とかでもいいんじゃないのか？善は急げと言うからな。それとも今日では都合が悪いのかね。思い立ったら吉日っていうね。好きにしろよ。いや、そんなことないよ。今日だって全く問題ない。やっぱり怪しいわ。なんか、エレンもすっごくもう疑ってら。まあ、こういう感じでね、なんかこう、まあ、お月さんとユーリが、こう、まあ、わだつみのね、治安を良くするために、
まあ、こう警察と、ね、連携して何かをしていくみたいな感じのね、ストーリーやね。さてさてさて、じゃあまあね、最後ジェットバトルしてね、いきますかね。まあ、今回のね、ウルトラレアね、出ましたよ。いや、ちょっとね、今から編成しますので、ちょっとお待ちください。はい、というわけでね、今回の、ね、新規ドルフィン、こちらです。いや、出ましたよ。なんかこう、今回は、なんと、ね、一発でね、出たんですよね。こちら。ユーリのセクシーポリス。まだちょっとね、覚醒がまだちょっと一個ね、足りてないんだけど、それでもまあ十分強い。ね。この、バッドガールズ・ガンスミスが、クリティカル確率をアップしてくれるっていう、まあこれは普通に使える効果で、これも、まあ全体ね、相手の防御ダウンっていう、まあこれは普通に使えますね。で、まあ今回なんかこう、新しい、こうスキルかな、相手全体の SP スキルを除くスキルレベルを1ダウンさせるっていう。まあ、この、今ね、右に行くにつれて、こう、まあ、ダメージとか上がっていくみたいな感じのやつあると思うんですけど、これの、まあ、相手のスキルレベルを下げてくれるんですね。まあ、2の場合だったら1に、3の場合だったら、2に、こう、下げてくれるっていう。まあ、これはなかなかいい効果。初の効果なんじゃないかな。多分。はい。というわけで、このね、組み合わせで今回は、して、見ていきたいと思いますので、では、スタンバイ、ゴー！よっしゃ！かましてくるか！ついに始まる注目の一戦。でも選手はいつもずぶ濡れなのであんま関係ないかも。スタンバイゴー。噂通りの実力。さあ先手を取ったぞ。さてさて、じゃあどうしようかな。とりあえず、まあ今はこう相手のスキルダウンさせても特に意味はないから、とりあえず防御ダウンさせておこうかな。つい。おら。そんな。や。無傷で乗り切れるか。容赦しない。相手もちゃんとポリスっていうね。容赦しない。あとマシンもね、なんかポリスのこうラッピングみたいな感じなんだよね。今回のやつ。さて、じゃあここでやりますか。このスキルレベル、1ダウンとアンリのクリティカル確率大とエレンの技。まあでもダウンさせてるなんか描写がいまいち見えてないからよくわかんないけどね。がっつり削れたぜ。さて、じゃあ、まあ、とりあえずこれでいこうかな。倒せるやろ。ぶち抜け。そんなことだ。やん。まあ余裕です。まあムーン属性が2人もいるからね。帽子でかくねっていう。このモブの女の子とこう頭が合ってない気がするな。はい、というわけでね、今回から、始まりましたわだつみポリス24時。なんかこうなんか
密着みたいな感じやろうね。なんだろう、こうモザイクかけてね、あの、おい、なんだよ、飛んじゃねえよ、この野郎みたいな感じになるんかな。あの、ガチなね、元ネタみたいに。まあ、そんなことはないと思うけど、まあ、皆さんもね、あの、ポリスに、あの、目をつけられないように、頑張って、行きましょう。ね、あの、健全に、健全にね。というわけでね、次回のドルフィンウェーブもね、見てください。チャンネル登録、高評価、コメント待っております。それでは、バイニャラー。はい、というわけで、まあちょっとこうね、まあ前回とかの分でちょっと見せれなかったんやけど、まあ実はね、まあ、前回バレンタインのあのイベントあったじゃないですか。で、それのラッピングがね、あの新しいやつ出てきたんですよね。これです。これを選ぶの？はい。デザインはわかんないけど、いいんじゃないの？まあ、バレンタイン仕様のね、まあ、アンリと歌えのマシーン。こんな感じになってます。いや、なんか、こう、いや、ハートっていうね、いやー、すごいデザインやの、ほんま。こんな感じで、ね、まあ、他のラッピングあるんですけど、これですね、今回、追加されたやつ、ね、姫華重工のね、お月さんとユーリが乗っている、ヘックス、WL かな？なんて読むのかわかんないけど、まあ、通常がこんな感じの、ね、まあ、黒のマシンなんですけど、こちら、わだつみポリスという、ちょっとこう、なんだろう、マッコウクジラみたいだね。まあ、そんな感じのね、今回は、ポリス仕様。ここのね、ロゴのところにもちゃんとポリスって書いてあるし。うん。まあ、なんかこういうのね、男の子とか好きなんじゃないかな。なんでまあね、また、他にもいろいろあるのかな。これはジャックポットバニーの時に出てきた。ハサミのやつとかっていうのも、なんか、何もないか。まあなんかこんな形でね、他にも、いろんな、まあラッピングとかあったらね、次々とね、紹介していこうかなと思いますのでね、マシンの方にもね、注目していってね。